フェラーリ F2001 は、スクーデリアフェラーリが2001年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。2001年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。フェラーリとしてのコードナンバーは652。2001年最終戦から2002年第3戦までは、F2001 バイトが、実戦投入された。2000年シーズンにおいて、 ミカハッキネンとマクラーレンを下してタイトルを獲得という接戦を制したフェラーリは F1 から2000を新レギュレーションに合わせて発展させる形をとった。F2001 で特徴的なのは先端の垂れたスラントノーズや中央部が穏やかに下がっているフロントウィングである。この年、レギュレーション改正でフロントウィング左右部分の最低地上高が引き上げられた。 フェラーリは規定外の中央部を低く設定し、左右に向けて緩やかに持ち上げていく形状とした。それを支えるノーズは F1 から2000とは対照的に先端の位置が低くされた。ただし、モノコック先端は F1 から2000同様高く持ち上げられており、ノーズコーンより前が急激に下水する格好だった。これらのデザインは、この後、各チームに模倣されていった。 シューマッハは、開幕2連勝で前年からの連勝を6まで伸ばした。最大のライバルであった、キネンの不運もあり、17戦中9勝、11、ポールポジションという成績で、4戦を残して、早々とダブルタイトルを決めてしまった。一方、チームメイトのバリーチェロは1勝も上げられず、ランキング3位となった。F2001 シャーシエンジンフェラーリは、 F2001 の強さに確信を持っており、2002年シーズンの序盤も使用できると踏んだ。そこで2002年に施行されるクラッシュテストの基準値強化のレギュレーションに対応させ、軽量化を施した F2001 バイトを2001年最終戦の日本 GP で出走させた。2002年シーズンに向けて開発された F2002 は革新的なマシンであったため、 信頼性確保に時間を割くため、ヨーロッパラウンドが開幕する第4戦からデビューする予定だった。2002年開幕戦はシューマッハが F2001 バイトで制したが、第2戦のマレーシア GP で、ウィリアムズ BMW の位置からにフィニッシュを許してしまい、第3戦ブラジル GP から急遽、シューマッハのみ F2002 を投入することとなった。シャーシエンジン、ありがとうございます。